そこが分厚いんでね、もう全然登山靴並みに登れちゃいますね。素晴らしい。おはようございます、カッパパです。ここはですね、栃木県の佐野にあるですね、三鴨山というところの駐車場です。ということで今日はですね、正面の山、三鴨山に登ります。三鴨山はですね、栃木県の南部、佐野市と栃木市の境にあります。標高229メーターの典型的な里山ですが、山全体がね、自然公園としてよく整備されて、一年中大勢の方で賑わってます。で、山陽はね、なだらかで万葉集にも登場する歴史ある山です。はい、で、こちらがハイキングマップ。頂上の清流ヶ岳までは多くのコースがあります。で、今回はですね、東口駐車場から登ります。頂上の清流ヶ岳はここです。で、登りに使うのはね、今回この赤いコース、標準タイムで約1時間、そして下りはこの緑のコース、標準タイムは約40分です。では行ってきます。はい、これなんですけど、これね、ワークマンで買ったね、ジョギングシューズなんですよ。なんと値段が2900円。まあ、ジョギングシューズですから、まあ、登山靴のようなね、こう後ろこうソールがね、こうデコボコしてるとかそういうことはないんですけど、まあ何せね、もう軽さがね、300グラムぐらいだっけかな。まあ何めちゃくちゃ軽いんですよ。で、関西登山機のまさきさんが以前ね、動画で1900円のワークマンの靴で山登りっていう、まあ、そんな動画あってね、もうすごく面白くて、ずっと何回も見返してみたんですけど、で、僕もね、整備された山だったら、このワークマンぐらいで行けちゃうんじゃないかというようなことで、まあ、今回ね、この2900円のワークマンのジョギングシューズ、これを履いてやっていきたいと思います。これね、いいのは、中にね、カーボンのね、プレートが入ってるんだって。このざっくりとしたね、割れ目からね、そのカーボンの板が見えるんだけど、まあ、今回ね、これを履いてどれぐらいまでいけるか、ちょっと試してみたいと思います。まあ、今日初めて使うわけなんですけどね。試し履きした時も感じたんだけど、トレランシューズみたいに、ここがね、広がってんですよ。幅がね、こう結構広いの。だからね、よくジョギングシューズであるのは、ここが細くてね、足がこう絞られるようなのはあるけど、これは違いますね。こう足の指がね、こうやって動かせるもん。はい、今ね、8時35分ですね。出発しましょう。でね、さっき山っぷ見て驚いたんだけど、まあ、うすうす分かっていたんだけど、登山道というか、ハイキング路がいっぱいあるんですよ。まあ、山全体がね、公園化してるというかね、まあ、無数に道があると言ってもいいんですけど、だからね、どういうルートで行くかなんだけどね、とりあえずまあ今回初めて来るんで、頂上まで行きたいと思うんで、栃木花センターって方から登ろうかな。はい、行ってみましょうか。あ、ここはね、9時30分から開園ということですね。今準備をされているようですね。まあ、今日はね、寄るつもりはないんだけど。はい、登山道はこっちでしょ。東山道、登山道。ちょっとね、この道は、まあ普通の、まあ、土の上にね、まあ小砂利が少し浮いてる程度の道なんですけど、このワークマンの2900円ね。まあ、全然問題ないですね。これね、底が分厚いから、こう、結構ね、分厚いんで、なんていうかな、デコボコ吸収しちゃってるような感じですね。うん、全然問題ないです。なんかこっちが山頂っぽいね。行ってみましょう。わー、木漏れ日が、すごいね、美しいね、ここ。
お、分岐だ。もういくつもね、分岐があるからよくわかんない。ただ必ずね、分岐のところにはこういうの立ってるんで。あ、ここですね。清流ヶ岳っていうかな。まあ、ここは頂上らしいんで、1.3 キロ。こっちですね。お、お、あれ、池やんかある。へえ、綺麗じゃないよ。リフレクション綺麗だよ。リフレクションはね。はい、清流ヶ岳左ね、こっち。アスファルト路を通って1.2キロですね。ああ、ここはあれだね。いわゆる車道だね。ああ、でもね、この靴。のどかだな。いや、今回のね、ワークマンの2900円、この靴さ、こう三鴨山を歩くために作られたような靴ですね。あら、あずま屋があるね。あ、ここね、舗装路から、それると、ここにあずま屋がありますね。あ、清流ヶ岳、こっちだ。ここ行くんだ。はっはー。あ、山道、山道。いいね。なんとなく山登りっぽくなってきた。はい、こんな感じでね、あの分岐にはこう丁寧な看板があるんで間違わないと思います。はい、このね、ジョギングシューズのこの浅い靴底でも全然いけちゃうね、問題ない。いやー、この登り結構続くな。でもなんとなくこう登山っぽくなってきて嬉しいです。お、急坂を登り切った感じですね。あ、ここも分岐になってんだ。どういう分岐かな。こっちにありますね、道が。こっち行くと、三鴨ハーブ園。で、清流ヶ岳。ここから、あ、こっちだ。こっち350メーターだって。一旦下るんだね。あ、下って登るパターンか。でも350っつったら、まあ、あそこ下って登り返してすぐぐらいでしょうね。はい、天国をね、過ぎてね、登り返しです。お、分岐。はい、この分岐ね、右行くと東駐車場に戻ります。帰るときね、こっち通っていっちゃえばいいんだね。で、頂上の清流ヶ岳まで250メーター。行ってみましょう。いやー、そこが分厚いんでね。もう全然、登山靴並みに登れちゃいますね。素晴らしい。まだ続くの？マジ？なんか、これは想像できなかったな。あらら。これ結構ね、これステップ高いから、結構桃に来るわ。あら。なんかあるわ。
ああ、こういう風になってんだ。なるほど。へえ。これは何だろう。アンテナ中継所かな。ああ、おお、こうなってるのね。はい、山頂です。龍ヶ清流ヶ岳。イエーイ。229メーター。2290メーターかな。あ、ここに大きい電線が通っちゃってるよ。おお。これは佐野の町ですかね。ウォーミングアップなしで登ってからきついわ。でもね、まあ、このワークマン2900の靴なんですけど、問題、まあ、なかったかっていうとそうじゃないんですけど、まあ、結構普通に山登れちゃいました。スタート地点はアスファルト。で、その後、まあ、小砂利が混じる、いわゆるダートですね。あと、その後はね、木道とか、あとは木でステップ切ってある、まあ、急な山道とか、まあ、普通山登りで想定されるようなとこ、まあ、大体行きました。ただ、今日ね、試してない路面は、いわゆる岩場ですね。まあ、この山でね、岩場を登るってことまずないんで、まあ、今日試しようもないんですけど、まあ、そういうふうな岩場がない山だったら、このワークマンの2900円で、まあ、全然いけちゃうような気がします。ただ、まあ、それ用の靴ではないので、もう何回も使ってると多分ね、この辺のゴムがね、剥がれてくるとかね、そんなのがあると思うんですよ。まあ、本当ね、ハイキングにたまに使うぐらいだったら、むしろ逆に全然問題ないし、使えるんじゃないかと思います。とりあえず、まあ、この程度の山だったら何の問題もないというような結果です。はい、というわけでございまして、山頂はね、そうだな、縦に長い8畳間ぐらいそんな大きさです。はい、というわけで、今回はね、おっとっと、ピストンで、北駐車場まで戻りたいと思います。あ、この靴ね、下りのこういう小砂利の道、まあ、よくあるでしょ、こういうパターンの道。結構ね、ずるっていきますね。まあ、パターンがね、まあ、アスファルトを踏むパターンだから、いわゆるトレッキングの底じゃないからしょうがないんだけど、下りはね、本当に足全体をベタってつくような折り方しないと、かなりずるっていくような感じがします。まあ、ずるって言ってからじゃもう遅いんで、まあ、最初に言っときますけど、いや、さっきね、キュートの階段を降りてきたんだけど、ちょっと、靴底が滑りやすいっていうのはまあ置いといて、クッション性だけで言うと、これものすごいクッション性がありますね。今まで僕が履いた登山靴の中では、まあ、これに勝るクッション性はなかったですね。はい、さっきの分岐まで降りてきました。来た時はね、こっち向こうからね、こう来たんだけど、帰りはね、違う道行きましょう。はい、東駐車場、こっちね、帰りはね、この違う道行きたいと思います。あ、ここもね、まあちょっとしたステップの低い階段が続くんだけど、いい感じですね。こう直射日光遮られてて、まあ適当にね、そよ風まで行かないんだけど、まあまあいい風が吹いてます。はい、帰りはここを下ってきます。気持ちのいい遊歩道ですね。気持ちのいい遊歩道だね。いいね。あ、これは、区画になってっからオートキャンプ場かな。オートじゃないかもしれないけど。
あーすごいね。あーここにキャンプ場があるわ、すごいわ。まあね、こんな感じのとこ降りてきたんですけど、あそこのアスファルトの道ね、あそこで来た道と合流します。あれ可愛いのが、こんなのあんだ。可愛いね。コスモス。あ、ここに公衆トイレがありますね。はい、駐車場こっちです。すごいね。あっという間に満車だね、これ。うわー、すげえ、満車。早く来てよかったよ、マジで。はい、というわけでございましてね。今回の三鴨山、初めてでしたけど、すごく楽しめました。登山道がね、無数にある山なんで、今日歩いたところはもう全体の多分1割か2割ぐらいなんでしょうけど、それでもね、非常に、歩き応えがある山でした。はい、それとね、まあ、今回もう一つこれね、岩場とかはね、さすがにやばいと思うんだけど、それ以外だったら、まあ、こういう整備された低山だったら、まあ、問題ないと思うんで、使っても大丈夫だと思います。まあ、2900円だからね、まあ、そんなに使えなくても、くそーということはないと思うんですけど、まあ、ぜひね、気をつけて登山を楽しんでいただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。カババでした。